はい、ということでさすらい坊主でございます。今日なんですけれども、こちらナティバエスペランサをですね10日間過ごしましたので、これからですねヒッチハイクでまた南下していきたいと思います。Muchas gracias por todo. Gracias a ti, buen viaje, buen viaje. Por tu presencia. Chao. はい、ということで始まりました。40キロぐらいの荷物を一緒に運んでます。過去にはねオーストラリアでビーチビジョンにね質問したりとかお話ししたりとかナンパしたりとかっていう企画ありましたが、やっぱりそれは本当の自分がやりたいことではなくて、自分がやりたいことはこうやって、何事にもチャレンジしていろんなとこに行っていろんな人と会話して、そこの現地の人の目線でその生活その国を見てみるということです。全然お金にはならないですけど、やっぱり自分が、撮りたいものを撮って自分が伝えたいものを伝えれればいいなと思ってます。1回の動画につき100回ぐらいです。100視聴しか撮れてません。ただそれでもいいと思ってます。その100回のために動画を上げ続けたいと思ってます。編集は下手だしトークが上手いわけでもないし何にもできないけど、でも僕がやってることをただひたすらこうやって撮っていきたいと思います。以上。はい、ということで1台目見つかりまして前方してくれております。ありがたいですね。ありがとうございました。チャオ。めちゃくちゃ大丈夫、めちゃくちゃ大丈夫。Víctor Riquelme. Víctor Riquelme. Angélica Riquelme. Muchas gracias. 初めて今だいたい4キロぐらい歩きました。頑張りたいと思います。5キロだよ、5キロ。いいもの見つけたぞ。これ使うぞ。
パタゴニア。イエス。6キロ。6キロ。ここ霧上まで連れてきてもらいました。チャオ。ありがとうございます。ここからそれね。イエスイエスイエス。コンセプションコンセプション。いやーよかった、マジでよかった。はい、コンセプションに着きました。ノタまで来ました。こっからカニエテまで行きたいですね。